誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め タイムリミットを過ぎてしまったテッカマンブレードは人としての心を失い、単なる戦闘兵器として暴走していた。軍はブレードを止めようと攻撃を繰り返し、ついには反応弾まで使用するが、ブレードに効果はなかった。そんなブレードを正気に戻したのはミリーの必死の叫びであった。そして意識を取り戻した D ボーイはエビルに向かって必殺のボルテッカーを放った。その頃、バルザックは、さて、そろそろ動くとするか。毎晩毎晩どこに向かってるんだ。今日こそ教えてもらうぜ、フリーマンさんよ。ほほう、こういう仕掛けがあったわけね。やってくれるじゃないの。ますます興味が湧いてきたぜ。
へえ、用心深い子ったぜ。こりゃ一騒動起こさないとダメかな。オービタルリング攻撃のための新型ミサイル実験は第11エリア47地区にて行う予定。こんなもんか。こいつを軍の回線でおっぴらに流せば。頼むぜラダムさん、うまく食らいついてくれよ。派手になるぞ、こりゃ。明日、帰っちゃうの？ああ、とりあえず取材も一段落したんでね。そんな、ねえ、もう少しゆっくりしていけばいいじゃない。ああ、俺もそうしたいところだけど、後の仕事が詰まっててね。あ、そうそう、おやつさん、この間の写真できてるよ。家族に送るんだろ？おうおう、悪いな。何？サービス、サービス。ねえ、私のもとっても綺麗に撮れてたわ。おうおう、こりゃいい。なかなかの男前に写っとる。ああ、残念だわ。私も写真集出すときはあなたに撮ってもらおうと思ってたのに。そいつはどうも。わしが代わりに撮ってやろうか。お呼びじゃないの。えらくみんな楽しそうじゃないの。なんかいいことあったの？逆ですよ。バルザックがな、明日でさよならだそうだ。へえ、帰っちまうんだ。あんたたちには世話になったな、特に D ボーイ。そういえば D ボーイってプライベートな写真一枚も撮ってもらってないじゃないね。記憶がちゃんと戻って家族に再会した時のために撮ってもらったら。家族。なあ、ちょっと、もう D ボーイったら。 D ボーイ。バルザック、何悩んでるんだい。出来損ないのヒーローさんよ。何？私だ。頼んでおいたバルザック・アシモフについての調査の件だが。何が言いたい？30分で正義から悪に変わっちまう。不完全だね、ほんと。もしお前さんのその不完全さを取り除いたテッカマンを人間の手で作り出すことができれば、お前さんも楽だと思ってね。そんなことできるものか。そりゃわかんねえぜ、やってみねえと。ほんと羨ましいぜ、地球でただ一人ラダムと戦える男か。ぜひ変わってもらいたいもんだ。変われるもんならとっくに変わっているさ。そうかい。俺に言わせりゃ、お前さんは自分の境遇に酔ってるだけだぜ。違うかい。自分しかラダムと戦えないっていう運命にな。貴様、失敬。少し興奮しちまったようだ。いいのかい。またラダムが来たみたいだぜ。ま、せいぜい頑張ってくれや。30分だけのヒーローさんよ。ラダムのやつら、どうやらうまいこと食らいついてくれたらしいな。Thank you.
しいわね。第11エリア47地区、あんな何もないところにラダムがどうして。一応小規模だけど軍の研究施設があっただろう。軍が何か極秘でやってんのに気づいたんじゃねえの。ディーボイ、ああ、いや、大丈夫だ。余計なことかもしれないが一応言っておく。ディーボイ、タイムリミットには気をつけてくれた。ノアル、アキ、君たちもディーボイがテッカマになっている間は常にそのことを頭に置いて行動してくれ。ラーサ、心配するなよ、ディーボイ。俺たちもフォローするからよ。そうだな、25分過ぎたら派手にレーザーでもぶっ放して知らせるか。こんにちは。いや、せいぜい頑張ってくれや。30分だけのヒーローさんよ。タイムリミットは30分か。ディーボーイはまだか。何やってんだよあいつ。ディーボーイ、どうかしたの。ディーボーイ、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 どうしたの。Thank you.
らく気合が入ってるじゃないの。物騒なもんまで備えてあるぜ。ったく。あんなに張り切ってたんじゃ身が持たないぜ。あいつノアル、時間は？まだ10分経過しただけ。そう。待っていたよ、バルザック少佐。君の探しているのはこのテッカマンの分析データかな。何から何までお見通しだったということか。食えない人だぜあんた。軍にも情報網を持ってたってわけか。さて俺をどうする？告発するか、それとも軍相手の取引に使うかい？生きたまえ。バカな。何が望みだ？金か、それとも軍での地位か。地球人類全てのためにとかいう安っぽいヒューマニズムってやつか。いや違うな、あんたそんな甘い男じゃない。どう取ってもらっても結構。ともかく君はこれで無事任務を果たしたわけ。やべえ、あそこがやられちまったらここの施設は全滅だぜ。ヘガ、ヘガ、ダーソまだまだお釣りが来るほど。そう。Dボーイ、無事帰還しました。ご苦労様。今日は時間厳守したじゃないの。ああ。戦況は？はい。スペースナイツ、無事敵を撃退しました。ブルーアース号、テッカマンともに異常なし。現在帰投中です。わかった。好意はありがたくもらっておく、フリーマン。だがな、俺はあんたの手のひらの上で踊るような玉じゃないぜ。忘れるなよ。この礼は近いうちに必ず返してやる。アバよ、スペースナイツ。今度会うときは戦場でだな。
バルザックが手に入れたデータをもとに防衛軍では秘密兵器の開発が進む。その頃 D ボーイは暴走の恐怖と戦っていた。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、鋼鉄の救世主、仮面の下の涙を拭え。